ああ、起きたんだね。おはよう。って言っても、日付が変わって間もない時間だけど。ここ都心からだいぶ離れた、人目につかないところ。ああ、気づいちゃったあんまり動かない方がいいよ。体に跡が残っちゃうから。 君が眠っている間にね、結束バンドとガムテープで両手足の部分を結束したんだ。意外と動けないものでしょどうしてこうなったかやっぱり、分かってないか。あのね、別に君が浮気をしたとかそういうことじゃないんだ。 ただね、君に報復をしようと思って。君は覚えているかなもう十年以上前になるよね。君は中学、高校といじめの加害者で主犯格だった。そして君がいじめた人物の中に、 私と親しくしていた人がいたんだ。君は覚えてないだろうけど。そして君のいじめのせいで、あの人は性格が変わってしまった。自殺こそはしなかったけど、あの人は昔のように笑顔を見せることがなくなって、 私に対する態度も変わってしまった。ほら、この写真を見て。これが昔のあの人。この頃は本当によく笑っていた。そしてこれが中学時代。これが高校時代。そしてこれが三日前。そしてこれが、 昨日。だから決めたんだ。主犯格であった君に近づいて、あの人の報復をしようって。君のことが好きって言ってくれたってはははは。<laughs> <laughs> でも、 愛していると言ったことはないでしょ嘘でごまかした口先だけの好き。本当に愛していて心を許しているのはあの人だけだから。だから君に愛していると一度も言ったことはない。すべてはあの人の報復をするために 君に近づいてすべてに耐えてきた。なぜ今になって実行するのかって今だからこそだよ。宇宙天になっていて幸せに気づいてない今だからこそ。この機会を待っていた。日々を過ごす中で何度も君に報復しようと思った。 でも、ただ報復するだけじゃダメ。人生の絶頂期にいて、最後は恋人に裏切られる。それこそが、絶頂からどん底に落とすことができる最も効果のある報復。そう思ったの。だからこそ耐えた。ヘドが出るような君とのキスも。 疲れて虫歯の走るベッドでの行為にも耐えてきた。幾度となく鳥肌の立つような感覚になった。あんなのちょっとした悪ノリ。か。でも、謝罪はなかったよね。当時の君は、担任や他の教員に報告されないように、周りの生徒にまで釘を刺していた。おかげで。 教員を含めた学校の大人も気づいてくれなかったあの人が言ってたよ大人は信じられないって大人が子供を助けてくれることはないんだってもしあの人に対して君が少しでも申し訳ないという姿勢や言動があればこんなことはやめようって思っていた でも、そんな姿はなかった。だからもういい。弁解なんか聞きたくない。謝罪も受け入れない。大丈夫。痛くしないから。ああ、これキャンプ用のガスバーナー。なかなかの優れものなんだよね。前に一度他の人に報復したとき。 その人の指紋を潰すのに使ったことがあるんだ。ナイフで刺すと血の処理が大変だし、水に沈めるっていうのは水質で特定されるケースがあるんだ。そして、殴る行為は体力が必要になっちゃう。そう考えると炎は扱いやすいんだ。非力な人間でもバーナーを使えば簡単。 簡単に指紋を潰すことができるし血も出ないから掃除に困らないでも扱う時にバーナーの持ち手が熱くなってしまったり全身が焼けるのに時間がかかったり色々問題があるんだ中でも見た目の問題があって顔や体の皮膚が焼き焦げて崩れていくのは見ていて気分が悪くて 大丈夫。気を失ったら、入れ物に入れて、エタノールをかけて、バーナー使ってそれでおしまい。何も痛くないから、ただ少し暑くて苦しいだけ。じゃあね。バイ、バイ。 もしもしえっと、留守電での連絡で申し訳ないんだけど、昨日は連絡できなくてごめんね。ちょっと、キャンプのお仕事をしててね。でも、無事に終わったから、今夜は会えると思う。今度は、ちゃんと目の届くところにいる。目をそらさないようにするからね。それから、留守電ばっかりじゃなくて、久しぶりに、 ちゃんと声を聞かせてほしいな。メッセージ聞いたら、かけ直してよ。待ってるから。じゃあ、またね。愛してるよ。